はい、こんにちは。今日は床材の日焼けの原因についてお話をします。お客様からですね、床材を張り替えてくださいというご依頼があったんですけれども、現状を見てみるとですね、窓際の床材がひび割れて、そして剥がれてきてたんですね。これやっぱり紫外線のせいでしょうかというお問い合わせがあったんですけれども、確かにこれは紫外線のせいだと思います。でもこれは紫外線のせいだけではないんですよね。これにはですね、2つ原因があるわけなんですね。1つは紫外線です。そしてもう1つは何かというと結露です。紫外線はですね、もちろん窓を通して入ってくる紫外線がですね、直接床材に当たることによって床材の表面がですね、劣化していくということなんですね。しかしその前に結露によってですね、床材が濡れるわけなんですよね。で、濡れた部分に対して日が当たる、そしてまた床材が濡れる、さらにまたそれが日が当たるということによってですね、床材芯が伸縮をこう繰り返しているわけなんですよね。そうすることによってひび割れが出てきてしまったりとかですね、剥がれてきちゃったりとかするわけなんですよね。じゃあどうすればいいのかということなんですけれども、これは先ほど言ったように紫外線を止めるということ、それからもう一つは結露をなくすということなんですよね。紫外線を止めるには合わせガラスであるとか、それから紫外線をカットするフィルムですね、もう一つはカーテンをしてあげるというのが一つのやり方だと思います。じゃあ結露を止めるにはどうしたらいいのかということですが、ガラスを結露しにくいものにすればいいのかと、これも一つあると思います。ただ根本的に僕はそれは違うと思うんですよね。それはどこから結露してるのかというと、窓自身なんです。で、アルミの窓というのはどうしても結露をします。外と中がですね、アルミで一体型になっているので、外の冷たい空気が当然室内に伝わってくるわけなんですよね。そこに室内の暖かい空気が来て結露するわけなんです。ですからその結露が床との境のアングルですね、この部分を通じて床材に染み込んでるわけなんですよね。その部分でですね、床に絶えず水分があって、なおかつそれに紫外線が当たることによって乾く、でまた濡れる、それの伸縮の繰り返しで床材が傷んでくるということなんです。じゃあどうすればいいのかということなんですね。それはやはり窓を断熱窓に取り替えるということです。断熱窓というよりは床との境のですね、アングル部分ですね、その部分を樹脂に変えるだけでも随分違うと思います。よくですね、床材に水に強いコーティングがしてあるタイプだったら大丈夫なんじゃないのというお話もありますけれども、これ実際すいません、私の経験なんですけれども、実は私もですね、自分の家にはですね、水に強いですね、コーティングがしてある床材を使っていました。ところがですね、サッシがですね、アルミだったわけなんですよね。ですからやはりですね、表面のですね、表面材がですね、剥がれてきてしまったということがあるんです。こんな感じですよね。で、コーティングというのはあくまでも表面にしてあるだけです。ですから例えばですね、窓を開けた時に床材に雨が降り込んできました。これは防ぐことができますよね。表面のコーティング剤が雨を弾いてくれるからなんです。だけども表面剤の裏にある部分ですね、この部分というのはサッシに直接当たってるわけなんです。いわゆるアングルの部分とですね、サッシ本体にこの床材は当たってるわけなんですよね。そこからですね、じわ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 その結露がですね、染み込んでくるわけなんですよね。それによって表面剤が劣化して剥がれてきてしまうということが起きたわけなんですよね。ですからやはりですね、根本的に解決するには窓を断熱タイプの、アングルが樹脂のタイプですね、それから窓本体が樹脂のタイプですね、こういったものに取り替えるというのが一番いいんじゃないのかなというふうに思っています。窓際のですね、床材がですね、劣化して困るわと言われる方はそんなことを考えてみたらどうなのかなというふうに思っています。